高尾駅は台湾高尾市三民区にある台湾鉄路管理局高尾都市運の駅。高尾市の中心駅となっている。日本統治時代末期の1940年に建てられた旧駅舎は台湾高速鉄道や地下鉄の開通に伴い新駅舎の建設が決定した際、その定管様式の素晴らしさから保存を望む声が各方面から寄せられ、 2002年8月16日、高尾市は移築工事を開始。総重量3500トンの駅舎をそのまま台車に乗せ、1日に6メートル、14日をかけて、東南の方向へ82.6メートル移動させた。現在、その旧駅舎は、高尾願い景観、高尾鉄自地下家展示間という資料館に生まれ変わりがいのシンボルとなっている。なお、 旧駅舎は将来新駅舎に結合され、入り口として利用される予定である。新駅舎ができるまでは、臨時駅舎を使用していた。地上臨時駅舎時代は歩行者が駅をまたいで行き来するには、正面口と北口で無料の通行許可証を改札で受け取るか、早運駅機でぐちそば、眼鏡館東側の南花地にある仮設歩道橋まで迂回が必要だった。 台湾鉄路管理局からは、線路名称上は中間線、平東線、高尾林行線の3路線が乗り入れる。台北方面からの大鉄対合列車の大半は、この駅が終着であったが、高尾気象の長州車両基地への機能移転に伴い、おおむね長州駅まで延伸された。高尾都市運からは、高線が乗り入れる。また、台湾高速鉄道の乗り入れが構想中。 高尾都市運では、駅番号を導入しており、公前に R11 が割り振られている。戦前の高尾駅移転後2003年、高尾市政府公務局により、高尾願い警官として、再オープン。同年2月26日に、初代駅舎を市の歴史建築に指定する広告がなされた。2013年10月より鉄路、改め建て工程局による地下加工事展示を目的とする。 鉄自地下化工程展示館となる。2020年8月末をもって、高尾願い警官は閉鎖され、地下駅地上出入口として、再利用するため元の場所に戻されることが発表された。2021年8月より、元の場所へ戻す作業が開始される。高尾駅では2018年秋に大鉄の地下化、及び暫定的に3両分のみ開業していた。 高尾都市運の臨時ホームを6両対応の新ホームへの移行がなされた。駅の地上部は何度か設計案が練られたが、最終的にデルフト駅やスキポール空港のヒルトンホテル、市内、A 竹中駅前の A 竹中国家、芸術文化中心を手掛けた、オランダの建築事務所メキニューに所属する建築家フランシーン、風便の設計により2018年10月に、 地下駅に移転した後、一度油圧で引き足した以前の駅舎を戻し入り口として使われることになっている。島式ホーム2面4線を有する地下駅。乗り場地下かご地下か前島式ホーム1面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが装備されている。ホーム階の上に改札街があり、改札口は1カ所ある。トイレは改札内にある。 乗り場初代と2代目ホーム変遷2018年に永久端と称される6両対応の新ホームに移行する前は南側に設けられた臨時端を11年間使用していた。新ホームは改削工法で施行され、工事中はその両脇をシールドトンネルの仮設軌道で通過していたため、両ホームの軌道は共有していなかった。位置関係は以下のようになる。出口閉鎖された。 思行者相談運賃は利点収費。ありがとうございます。